記憶障害を乗り越えるとは、大切に思えば思うほど辛く切ないストーリー。たとえあなたを忘れても。今回のお話、ピアノに対しての恐怖心やトラウマから解放されたミリ、再びピアノ講師としての道を歩むことに。そしてそれだけでは生計が厳しく、土日は空のキッチンカーで雇ってもらうことに。しかし空もまたキッチンカーの経営でミリを雇うほどの余裕はなく、ダブルワークを始めることに。ホワイトカラーのような企業では記憶障害を理由になかなか採用してもらえず、昼夜問わず肉体労働に励んだ空はついに倒れてしまった。幸い記憶のすべてを失ったわけではなく、その日一日分の記憶がなくなっただけでとどまったものの、それは再び記憶障害を起こすかもしれないという不安をより一層煽る結果となった。ミリの母ゆかりは突然神戸にやってくると、その日誕生日を迎えた娘を祝うことに。そこにはサプライズで保つと茜も駆けつけたが、昔の出来事を機にミリが心配なゆかりは、どうにかして保つがミリをもらってくれればと訴えかけた。保つもミリをとても大切に思っている気持ちはあるものの、ミリの思いを知り、それ以上のことを口にすることはなかった。そんなゆかりのお墨付きがある保つと比較するかのように、自分の未来すら不安の残る空は、ミリを思うことで余計に心に負担が。そしてそれは再び空の記憶に影響を及ぼすことに。次回、ある朝、いつもと同じようにキッチンカーに来たミリに空が向けたのは、どこか他人行儀な態度や言葉だった。車内にも二人の思い出に包まれた写真が貼っていなく、ミリは恐れていた状況が起きてしまったことを察し、絶望感に襲われた。ミリはあまりにもショックが大きく、一日中家にこもっていると、空の異変を察知した茜がミリの元を訪ねてきた。今のこの状況の中、ミリにとっての最悪とは空が死んでしまうこと。しかし今まだ空は生きている。障害を抱えてこの先も生きていく空と付き合うかどうかは全てミリ次第なのだと茜は声をかける。その後勇気を振り絞ったミリは空のキッチンカーへと行くと改めて自己紹介をした。恋人へ戻ることは難しくても従業員としてこのキッチンカーで働くと宣言するのだった。しかし空の答えは、一人の方が気楽だからと拒絶されてしまう。そして予告の映像では、私のこと覚えてないの？と聞くミリに、一緒に写っている写真を持って帰ってもらえますか？意味がわからないものに囲まれていると気持ちが悪くて、と衝撃的なことを言う空。ミリとの写真を携帯から削除していく空と、何回も傷つくことはないよ。ミリちゃんは空のこと忘れていってもええんちゃうかな、とサナ。これまで何度も空に忘れられたサナの心からの助言でしょう。何度も深く傷ついてきたサナの思いやり。そして保つは、少し距離を取ってみてはどうかな。札幌一緒に行く？と、本心なのか冗談なのか、空を思うミリの気持ちを思ってのことなのか。
それとも、たもつのミリへの気持ちなのか。最後に、雨に打たれている空とミリ。ミリが後ろから空に抱きついていますが、空はそれを拒絶するような仕草が見えました。立ちすくむミリ。次回はとても悲しいお話になりそうです。今回は前回の病院でのミニコンサートが成功に終わったことで、ミリがモバイルショップを辞め、ピアノ講師に復職すると同時に、空いた時間に空のキッチンカーでも働くことになったところからお話は始まりました。働いていた時のブラック企業さながらの対応が顕著に現れていたモバイルショップは、ミリを温かく見送ることもなく、それどころか去っていく者にはさらに厳しい態度をとっていて、見ていてとても嫌な気持ちになる会社でしたね。これまでにも厳しく塩対応を繰り返していて、冷徹という言葉の似合いそうな森あゆみも、普通のドラマのセオリーで行くならば、最後ばかりは優しい言葉をかけ、この人は仕事にはストイックだけれども、本当は優しい人だった、と別れの時に知るというパターンを想像し、また彼女がそうであってほしいと願っていましたが、見事に裏切られ、これまでの塩対応で驚きました。しかし、後の展開では、職場での冷徹な彼女の印象とは違い、どこにでもいそうな面倒見のいい職場の先輩というような歩みの様子が見られてほっとしました。子供がいて、そんな息子のために一生懸命働いていたのだと知ると、彼女の印象も変わりますね。また、彼女よりもむしろ嫌な感じだったのは、店長の田村俊樹でしょうか。去り際にあれほどの嫌な対応をしていて、ミリがとてもかわいそうに思えました。一刻も早くこんな会社辞めて正解でしたね。そして気分の悪い展開はこの後も続き、ピアノ講師として戻ってきたミリの表情は、本当にやりたいことややりがいを思い出し、すがすがしく嬉しそうな表情を浮かべる一方で、一度辞めた生徒が戻ってきて、それはコンサートでミリがうまくいったからということのようですね。金銭面や他の習い事を口実に辞めたと言っていた生徒は、やはり講師がミリだったから辞めたということを改めて認識せざるを得ない。全体を通して切なく気持ちが不安定になりがちだけれども、温かみのあるストーリーがこのドラマの良さにもかかわらず、どこか場面ごととしては妙に現実味があり、二人のラブストーリー面以外でも主人公を苦しめているという印象を感じました。ミリだけではなく、空もまた同じでしたね。記憶障害の回復と過去の記憶障害。彼の人生の過去も未来も決めてしまう多くは記憶障害とでも言うかのように悩まされていたのが今回のお話。ミリのことや未来のことを考えた空は、ただただ一生懸命に生きようとしているだけなのに、正社員としての雇用のチャンスを奪われ、肉体労働で必死に頑張るも、そのストレスは結果的に再発につながる危険性があるという。今の空を考えると八方塞がりになってしまっていて、負のループから抜け出せなさそうな感じでしたね。これまでは忘れてしまう自分の気持ちを考え、未来を描くよりも今日明日を精一杯生きてきた空は、自分を支えてくれている人たちの存在を知ったことで、
今度は忘れられる側もとても辛いということを感じていました。また、今回もう一つの見どころシーンは、ミリのサプライズ誕生日パーティーでした。少しばかりズーズーしく、場が読めないミリの母、ゆかりのペースに持っていかれた一同。挙句の果てに、空と茜の気持ちもつゆ知らず。ゆかりの暴走は、娘への愛情なのに、人を傷つける言葉にも変わるところが、複雑な感情を生みました。保つも、ミリを思う気持ちがあることは、茜や私たち視聴者の誰もが気づいていたと思いますが、ミリが保つに恋愛感情を向けていないことや、今は気持ちが空にあることがわかるだけに、保つはあくまでも彼女の気持ちを尊重していたのに、ゆかりの勝手な願いが、この場にいた誰も得しなかったという展開も、どこか心苦しいものでした。また、空は、ミリを思えば思うほど、忘れるわけにはいかないというプレッシャーや、再発して忘れてしまったらどうしようと考えることで、余計にストレスがかかってしまい。最後は、今回の嫌な重苦しい展開に追い打ちをかけられたような絶望的な終わり方をしましたね。昨日と同じ今日が来なかった時のミリの絶望もまた考えただけで胸が苦しくなりますね。次回は再び彼が記憶を失ったことでミリが決断を迫られるようです。茜の言葉や保つの言葉は愛があるからこそのもの。その愛がどこに向いていて誰を守るかで決断が変わっていくのでしょうか。また記憶を失った空もまた平気ではいられない様子がうかがえました。ミリの決断、そして空の思いとは。次回のお話は12月10日放送予定です。次回もお楽しみに。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。